そう、めちゃくちゃいい子です。そうなんですね。この子はなんでここにおるんですか？愛護センターですね。もう迷子犬収容で入っとって。迷子犬、そう、ね、飼い主さん見つかるかなと思ったんですけどね、もう全然お迎えもなく、ああ、そう、もう噛まれる覚悟でうちの代表が引き出しました。噛むこともなく甘えたらです。甘えん坊です ね、 本当にね、寂しがりで、寂しがり、もう本当、もうとにもかくにも甘えたれ、甘えたれ、甘えたれで遊び、遊んで遊んで激しくって、で大体他の犬怒られるんですよね。あら、全く反省しませんが、でも本当にすごいいい子です。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市の富士安城寺店で開かれた犬猫譲渡会で、ボランティア団体さんに新年の抱負などを聞くよ。ワンちゃん、猫ちゃんもいっぱい登場します。ハンディを持つお子様へ、テログループでIT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。松山市の富士安城寺店で行われた犬猫譲渡会、たくさんのボランティアさんが保護された犬や猫を連れてきています。新しい家族が見つかるかな。これはオリジナルですか？オリジナルの、オリジナルなんですけど、あそこの愛媛クリップスの渡辺さんがデザインしてくれます。デザインは渡辺さんです。これはどういうやつなんですか？これはなんかそのなんだ、デザインしたものをいろんな T シャツとか、はい、コップとか、いろんな商品として売って、その売り上げの一部をこう寄付できる活動に生かしていくと。なるほど、はい。このワンオーニャン愛媛ですか？はい、はい。どういうグループなんでしょうか？ワンオーニャンは個人保護ボランティアの集まりです。なので代表とかはいないんですけど。じゃあ皆さんでということなんですね。一人一人が皆さん猫ちゃんを保護、ワンちゃんを保護して。グループはいつ誕生したんでしょうか？今5月ぐらいです。今年の2022年の5月、はい、わ、じゃあ活動を始めた年だったんですね。2022年は開始の年です。わ、どんな1年でした？最初はやっぱり名前も作ったばっかりで、人の集客っていうのがなかったんですけど、だんだんいろんな団体さんと一緒にさせてもらったりして、インスタもやってみたり、ちょっとずつは広がったかなとは。
ちょっとずつ広げた1年だったと。そうですね。今年感想というか今年すごい保護をする子が多くて猫ちゃんがすごい多かったんですよ。で私初めてちょっとこう犬の保護も最近することになってすごいもう忙しい年だったんですけど、はい、そんな年です。忙しかったと。ねえ、どうでした？そうですね、猫ちゃんあまりやっぱり、うん、譲渡率がそんなにやっぱり多くなかったのでなかなか子猫ちゃんもねだんだんやっぱり大きくなってしまうから早くこう里親さんを見つけてあげたいなっていう思いはあるそんな年でした。なるほどなるほど。やっと出て行ってもやっぱりすぐ入ってきて頭数が減らないんですよ。やっぱりやっと2匹出ていたと思ったら4匹戻ってきましたとかそんな流れなのでもっとこう譲渡率をどうにか上げてそのまた保護する枠を開けていきたいなって思ってます。はい、ね、体調を崩した時がやっぱ一番心配でもう大変です。もう死んでしまわないかっていう思いがすごく辛くなるんでもうどうにか生かしてあげたい気持ちでいっぱいなんですよ。やっぱその亡くなってしまうかもしれないっていう時とかやっぱ亡くしてしまった時が本当にもう活動をやめたいって思うぐらい辛い気持ちになります。はい、もう生きて幸せになってもらえたら、はい、本当に。でいつか私たちのしてる活動が必要のない世の中になってくれればなと思ってます。はい、今年1年また始まりました。抱負を聞かせてください。一匹でも多くの猫ちゃんワンちゃんを幸せにつないでいけるように引き続き頑張っていきたいと思います。この保護している私たちのことをたくさん知ってもらって、まあ、言ったらそのお金で命を買うんではなくてこういうところで命を迎えてもらうっていうのがどんどん知れ渡って皆さんにこう広め知ってもらってこう広まっていってもらうように活動を続けていきたいなと思います。やっぱりいずれは私たちが保護する必要がない世の中に向かって進んでいきたいなって思ってます。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。そう、めちゃくちゃいい子です。そうなんですね。この子はなんでここにおるんですか？愛護センターですね。もう迷子研修用で入っとって。迷子犬。そう、ね、飼い主さん見つかるかなと思ったんですけどね、もう全然お迎えもなく。ああ。そう、もう噛まれる覚悟でうちの代表が引き出しました。噛むこともなく甘えたれて。甘えん坊ですね。寂しがりで。寂しがり、もう本当もうとにもかくにも甘えたれ。甘えたれ。そう、甘えたれで遊び
遊んで激しくって、で大体他の犬を怒られるんですよね。あら全く反省しませんが、でも本当にすごいいい子です。犬猫、特に犬を主に愛護センターや、個人の方、高齢者の方からのご相談により保護から新しい飼い主様へとつなぐ活動をしています光と希望の金本です。本当に目まぐるしい、あっという間、本当に、もう1年という感じだったんですけど、ありがたいことにね、看取り覚悟で引き取った高齢者さんからのワンちゃんや、その結構体の大きいシェパー、50キロ超えのシェパードの子とかをもう保護したんですけど、飼い主様が亡くなられて、でもそんな子はもう看取りだなと思った子も、新しい家族が決まって、今に至ります。はい、それもらわれる何かこの秘訣とか秘策とか何かあるんですか？そうですね、やっぱり難しいなと思った子が決まったのはやっぱりペットのお家ですね。ペットのお家は全国の方が見てて。何ですかペットのお家って？里親募集サイトでその全国の方が見ている里親募集中のワンちゃんを載せるサイトがあるんですよ。でそこに登録して、光と希望で登録して、このワンちゃんでワンちゃんのプロフィールつけてっていう感じので、全国の誰でも見れるっていうサイトなんですけど、特にシェパードに関してはやっぱり好きな人がいて、そのシェパードって検索すると全国の里親募集中のシェパードが出てくるんですよ。そこで光と希望にいたシェパードさんにも気づいてもらえて、ずっと気になってました、でもなかなか里親決まりましたっていう記事が上がらないので連絡しましたっていう方からのお問い合わせで、はい、もう今いる子に手をかけて、看取りでもいいのでもっと時間をかけて接してあげれる時間ができればいいかなと思ってるんですけど、現実まだまだそんなことは先だと思うので、できる範囲で、無理のない範囲で私のできることを頑張りたいと思ってます。保護する犬や猫が誕生しないためには私たちどうすればいいですか？もうやっぱり飼い主さんの意識の向上しかないですね。あとはやっぱり避妊去勢手術と、あとマイクロチップに関しては賛否両論あるんですけど、やっぱり迷子になっても飼い主さんが分かるっていうのはすごい大きなことなので、やっぱり迷子にさせないっていうのも大事なんですけど、迷子になった後自分のところに戻ってくるっていう方法、何でもいいので首輪にしっかり電話番号だけでもいいので書くとか、たまにいるのが首輪にしっかりその子の名前だけが書いてあるんですよ。花ちゃんとか帰れませんよね、花ちゃんだけではね。なので飼い主さんの情報をワンちゃんに必ずつけておくっていうので、もしね迷子になってもそのうち帰ってくるやろうって思ってる人結構いるんですよね。帰ってこれないんですよね、もう捕獲されてしまうと。そのままお迎えにも行かなかったら殺処分とかになってしまうので、最悪なケースになってしまうので迷子にさせない。で迷子になった時には各管轄の警察や愛護センターや保健所や役場やそういうところに犬がいなくなりましたって、もうその日のうちに必ず電話して登録してもらって、で松山市内だったら自分の地域が西署管内だったとしても犬が結構歩いて保護されたのが東署管内だったってこともあるんですよ、今までに。それでいなくなった報告をしているのに連絡はなかったのは東署管内で保護されてたからっていうこともあったので、東と西と南と行きそうな方向にもう全てに連絡しておくっていうのも大事だと思います。はい、まあ、ここ最近すごく増えてきたのが高齢者とワンちゃんの問題です。もうすごく多くって、一人暮らしの高齢者さんがワンちゃんを飼ってて、お身内の方がいなかったり疎遠だったりして、その方が認知症が進んで介護施設に入所されるってなった時にワンちゃんの行き先がないっていうのがご相談が、その病院さんだったりとか入ろうと思ってる施設さんとかケアマネージャーさんからの相談っていうのがものすごく増えました。でもうお年寄りが飼ってるワンちゃん大体高齢です、ワンちゃんも。そうなると里親さんにつなぐことも結構難しくなってくるので、こちらとしてはもう看取り覚悟でお引き受けしないといけなくなるので、
ご自身のお父さんやお母さんがもしワンちゃんとか猫ちゃんとか飼われてるんだったら、もしそうなった時万が一のこと亡くなったりだとか、あの施設入所されるのを見込んで、そうなった時に次この残ってるペットはどうするかっていうのをしっかり、お父さんお母さんが元気なうちから次誰が飼育するっていうのを必ず決めておいてほしいです。そのペットが路頭に迷わないように、しっかり早めに確認して、ご家族でお話ししていただきたいと思います。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。 NPO アニマル365、人と動物の架け橋のオチです。よろしくお願いします。そうですね、去年は、譲渡会も順調にできて、富士山のご協力もいただけて、コンスタントに譲渡会は開催できましたね。はい、それはコロナ禍でできなかった時を考えるととても充実した1年だったと思います。はい、譲渡数とかどうでしたか？そうですね、案外もらわれない時は全然もらわれないんですけど、もらわれる時は一気に 3,4 匹バッと決まったりとか、そういうのが結構あって、割と譲渡はできた方じゃないかなと思います。はい、何かこう良かったなっていう出来事がありました？11月に開催したというか参加させてもらった、今治のアースランドでの譲渡会なんですけど、もうその時ね15匹連れて行ってたんですけど、会全体でそのうち5匹がキジトラで、もうキジトラって本当にもらわれにくいもう代表の猫種なんですけど。なんでですか？やっぱりね、どこにでもいるからじゃないかと思うんですよ。もう、うちにもいますみたいな。で、やっぱりちょっと毛色の違う変わった子の方がやっぱこう目を引くんですよね。で、その、5匹のうち多分4匹は全部保健所から今回引き出してる子ばっかりで、引き出す時にもちょっと躊躇はしたんですけど、引き出さないとね弱っていくばっかりなので、もう最悪家で最後まで飼わないといけないかなっていう覚悟を持って引き出すんですけど、15匹中その日5匹決まったんですけど、トライアルが4匹がキジトラという。もうありえない、これもしかして夢って言って、で夢なら早く目覚ましてほしいよねっていうぐらい、もうこの子希望なんですっていうのが全部キジトラで、まだキジトラなんやけど本当大丈夫っていう。で結局、まだトライアル行ってないとかもあるんですけど、とりあえずほとんどはけたというキジトラが、でその次の週のイベントで残ってたキジトラもトライアルが決まって、なんか密かにキジトラブームかなっていう状態があったんですね。もうそれは本当に今までやってきてこんなにキジトラばっかりが決まることってなかったので、ちょっと驚きでしたね。はい、もう毎年とにかく、保護猫を減らしたいっていうのはあるんですけど、結局やっぱり去年からまだちょっと保健所の方にも様子を見に行ったりとかしてね、
保健所からも引き出すようになってしまったので、結局出た分補充するみたいな感じで、結局保護猫自体はあんまり減ることはないんですけど、うん、まあそれでも他にたくさん愛護団体とかね、こういう譲渡会をされる団体とかも増えましたので、やっぱりみんな一丸となって同じ目標なので、協力し合ってね、もっとどんどん譲渡も進めるし、もともとのその収容される猫を減らす活動とかね、そういうのみんなで協力していけて、うん、みんなで前向いていけたらいいなと思います。新しく家族に犬や猫を迎えようと思われている方は、ペットショップからとはなく、たくさん団体さんできましたので、保護犬保護猫から迎えることを考えてください。そしたら、まあ、そういう虐げられている犬や猫の状況を皆さん知ってください。そしたらそれをまたお友達に教えて、もっとそれを広めていってもらえれば、そういう子たちがもっと減っていくんじゃないかなと思います。上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。NPO ワニャンコ FM のクラセといいます。よろしくお願いします。保健所とか一般の方から その保護依頼で保護をして、まあ、医療にかけて譲渡につなげています。もう一つはそうですね、 TNR 病院避妊家性の専門病院をやっております。2021年にその多頭飼育崩壊90匹というか100匹のところの現場に入ったんですよ。でその時にもうとにかくすごいね、100匹って、何これっていう、っていう、それ時に結局全頭避妊去勢したんです。これは最初2匹から始まって100匹だって2、3年でと思って、なんで避妊しなかったのっていろいろ聞くと、やっぱりこうそういうところが多くて餌をあげてるんだけど子猫いっぱい生まれちゃったとか、でなんでって言ったら、やっぱりこういっぱいになるとなかなか費用が大変になるってことで、今年は、そうですね、TNR 不妊手術をして野良猫をリターンすると思っております。そういうその手術を身近に感じてもらえるように、まあ、普及活動を頑張りたいと思います。お世話になってます NPO 愛媛クリップスの渡辺です。テントの設営であったりとか、荷物の運搬であったりとか、そういうサポートも含めながら、あとはその譲渡会ができる場所を探すとか、そんな形の応援っていうスタンスでやっております。縁の下の力持ちですね。去年1年間はどんな年でした？そうですね、僕がこの活動を始めてちょうどこう2年になるんですよ。で1年目は先ほど言ったようにその譲渡会っていうのをこうメインでどんどんやっていこうという形で、でみんなに譲渡会を知ってもらおうという形で1年は過ごしました。で2年目はもっと現場に出ていこうということで、松山市内でとかその愛媛県内でその猫がいっぱい増えて困っている人とかっていうのがいっぱいいらっしゃるんですよね。でそういう現場に直接出かけて、そこで捕獲をして、で手術をして元の場所に返してあげる、餌を
あげてもらいながらそこで育ててもらうっていう活動ですよね。もういろいろこう学びの多かった1年だと自分では思ってるんです。で、あの 猫そのものに対してもいろいろ勉強にもなりましたし、でそこであの猫が増えて困ってる人のお話を聞いて、そこであのいろんなことをやっぱ感じることがありました。あのテレビとかインターネットではもちろん見たことはありますけど、実際にやっぱお話ししてみると、あのすごく切実な思いがあったりとか、で近所からとのその、あのお付き合いの仕方であったりとか、いろいろこう悩まれている方がいらっしゃるっていうのをすごく感じました。これがですね、あの来年のちょっとコンセプトですね。何でしょうか。はい、猫助けは人助け。やっぱあの猫好きに任しとったらいいっていう活動ではなくて、やっぱこれは困ってる人、うん、あの猫で困ってる人の力になっていくっていうスタンスで、うん、これから取り組んでいきたいなって、その言葉を今回このポスターにあのまとめてみました。でも猫猫ばっかり言ってたら、なかなかあまた猫好きの話が始まったっていう風になっても、なかなかそれでは聞き入れてもらえない部分があるので、あのいやそれはあの人のための活動でもあるんですよっていうスタンスでお話しさせていただくと、あのやっぱあの昨年なんかもいろいろお話を聞いていただくことが多かったので、はい、あのこのスタンス、この考え方は間違ってないのかなとは思ってます。今テレビをご覧の皆さんにメッセージがあれば、伝えたいこと何でもどうぞ。はい、あのいろんな場所であの今年もですね、譲渡会は開催していこうと思ってます。で、あのもちろん お迎えいただくっていうのはすごくありがたい、大切なことです。大切なことだし、僕たちもそれを求めてます。でもそうじゃなくても、あのいろんな話を聞ける場所でもあると思いますので、あの譲渡会、まず譲渡会に来ていただいて、あのそのここに来ている犬や猫たちの背景を聞いていただくとか、スタッフ あの考え方を聞いていただくとか、そういう形で 何かしらこうあのみんなでこういろんなことを考えていきたいなと思いますので、ぜひ譲渡会見かけましたら、あの見かけになった時にはあのお気軽にお立ち寄りいただければなと思います。よろしくお願いします。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて、猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。